じゃあ話していきますか。まずね、ビットサミットガイデンに出るにあたってコロさんと一緒に待ち合わせをしてからね行ったわけですよ。あれオフコラボだったんだけどさ、でコロさんがね、まあ僕コロさんに会うのすごい久しぶりだったんだよ。うん、何ヶ月ぶりだったかな。多分最後に会ったの2月か、いや2月だね、2月ぐらいに会って、それからね会えてなかったからさ、めちゃめちゃ久しぶりにコロさんに会ったんだよ。それでさ、コロさん第一声なんて言ったと思う？問題です。すごく久しぶりに会ったコロさんは僕に出会った第一声なんて言ったでしょうか？そうそう、いろいろあったからね。そうなんだよ、世間がいろいろあったので、まあ最近やっと会えたっていう感じだったんだけどさ。うんうん、あ、髪切った、おかゆー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 って。ですね、正解は、正解はですね、おかゆなんで来るときに LINE くれなかったのでした。普通さ、こういう久しぶりに会うときってさ、電車とかさ、そういう中でさ、今ここら辺もうちょっと会えるねとかさ、朝起きたらさ、今起きたよとかさ、準備してるよって LINE 来るじゃん、なんでしないのって怒られました。みたいなね。コロネはいつもだったらコロネから LINE するけど、今日はおかゆから LINE してほしいなって思ったから、我慢してたのにって、我慢してたんだよって言われてね。昔一時期流行ったヤンデレ妹にね、愛されすぎちゃう CD みたいなセリフ言ってたんだよね。お兄ちゃんずっと我慢してたんだよみたいなことをね言われたんだよね。めんどくさいやつじゃん。まあいつものことだからね、あーそうなんだって言ってね、流しながら僕はね改札を通りましたけどね。はい。僕基本的にさ、これから会う予定があったりとかすると、あんまりなんだろう、遅刻とかそういう緊急事態がない限りはこうなんだろう、 LINE とかしないんだよね。うん。しかも今回はね、そのビットサミット外伝に出演させていただくってことで、結構さドキドキしてたんだよ僕もね。はあ、大丈夫かなみたいな、一通りの流れとかはさ、事前に見ておいてはいるけど、すごいさドキドキ緊張ちょっとしてたからさ、もうすっかり忘れてましたっていう感じでね。そうなんで、 CD だったらね刺されるやつなんですけどね。そう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 、あの女の匂いがするって言ってね、そのハンカチいつもらったんだとか聞かれるんですけどね、その CD だとね。まあそんな感じでね。そうそうそう、でもすごいね、あのゲームさ遊ばせてもらえてすっごい楽しかったし、そうそう出演させてもらったことはねすごい嬉しかったんだよね。コロさん会う前に LINE するんですね、定定。まあそうだね、コロさんはそうかもしんない。結構電車乗ったよとかね、 LINE 送ってくるタイプな気がする、言われてみればいつも。いつもはね。今回はコロさんが僕から連絡が欲しくて我慢していたらしいんですけどね。あ、そうそう、ペンギンのゲームとか融合パズルとかね、めちゃめちゃ面白かったね。そうなんだよ。いや本当にね、コロさんはね、こういつもさ、こうやって一緒に配信したりとか会って喋ったりとかしてるとさ、なんか面白さが百発百中でね、ほんとやきもち焼くんだよな。ずるいずるいってなる。なんでコロさんそんな面白いことパッパッパッパ出てくんの、ずるいずるいって僕はなるわけなんですよね。ずるいよーって。そうそうそう。いやマジで面白いんだよなコロさん。でそれでさ、コロさんがめっちゃおもろいこと言うからさ、くっそー今日もおもろいこと言いやがってってさ。そう、僕はね、すごい面白いこと横で言われるとね、ちょっとやきもち焼くんだよね。
クソ超面白いこと言ってるみたいな、クソ面白いみたいなそれで面白いことを言ってちょっとやきもち焼くんだけど、そのやきもちを吹き飛ばすくらいコロさんはね面白いからね、やきもち焼いちゃうことも忘れちゃうぐらいおもろいんだよねコロさんは本当にねえ、そうなんだよ。だそこがコロさんのすごいとこだね。